第4次、安倍内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁の安倍晋三が、第98代内閣総理大臣に任命され、2017年11月1日から2018年10月2日まで、続いた、日本の内閣である。自由民主党と公明党による、自公連立政権を形成する。2017年10月に行われた第48回衆議院議員総選挙において、 自民党は284議席、公明党は29議席を獲得し、連立与党で衆議院の3分の2の議席を維持した。その結果安倍が引き続き主犯を務めることが決定した。第4次内閣の発足は吉田茂による第4次、吉田内閣以来65年ぶりで、日本国憲法施行以後では2人目である。八月に発足した第三次安倍第三次。 改造内閣から3ヶ月しか経っておらず、10月の総選挙に立候補した現職閣僚の落選者もいなかったことから、全内閣の閣僚全員がそのまま再任され、副大臣、政務官、内閣官房副長官、内閣法制局長官、内閣総理大臣補佐官も全員再任されている。ただし、担当事務の変更はあり、 前内閣では、松山誠人が兼務で担っていた、男女とも同さんが担当の事務は、野田聖子が兼務することになった。なお、閣僚のうち最高齢は、前内閣と同じ麻生太郎副総理兼財務省の77歳、最年少は、おこのぎ八郎国家公安委員長の52歳。当選回数は、13回の麻生太郎が最多で、4回の斎藤健が最少だった。 2017年11月1日任命。2017年11月1日任命。2017年11月2日任命。2017年11月2日任命。2017年11月1日任命。2017年11月1日,月1日、第4次、安倍内閣発足後の記者会見で、安倍は、デフレ脱却のための大胆な税制、予算、規制改革。 幼児教育無償化、社会保障改革などの新しい政策パッケージを策定することを表明した。また、非 EUEPA による農林水産強化策を含む補正予算を編成する考えを示した。質疑時間配分見直し2017年10月27日、自民党の若手議員らが慣例で与党に割り、 野党8割としてきた国会における質疑時間の配分について与党議員の質問権が阻害されているとして与党分の拡大を要望した。安倍首相はこれを受け入れ、菅官房長官は好意的に受け止めた。11月10日、加計学園に関する文部科学委員会審議の質疑配分をめぐる与野党協議において与党は審議時間3時間、配分5対5を主張。 野党は2対8の維持を求めた。協議の末、質疑時間の配分について、審議4時間、配分を、与党1、野党2とし、今後の先例としないことで合意した。時間配分について、麻生内閣時までは衆院において、与党4、野党6が原則であったが、後の民主党政権下では、小沢一郎民主党幹事長の、政府、与党の一元化の考えのもと、 自ら与党の時間削減を主導して与党への時間配分を1から2割に減らし、また政権交代5発の代表質問も見送っていた。当時の野党、自民党は、質問しない与党、民主党の姿勢を批判し、大島忠盛自民党幹事長も、民主党の今後の方針を発表する場がないということは、国会の充実した審議という意味においてよいのか 疑問を感じてていいると発言していた一方、日本と同じ議員内閣制を採用するドイツやイギリス、フランスにおいても質問時間を野党に手厚く配分する点は共通するとの指摘がある。また、政府と与党は一体であることから、千葉商科大学特別客員准教授の田中新一郎氏は、与党1、野党2の比率について、 与党政府と野党の時間を当該とした場合、情報発信量としては、与党が野党を上回ると指摘した。実際に、衆議院の問会質疑においては、大臣の答弁も与野党の質疑時間に含まれるため、与党の発言時間は、答弁を含めて61%、野党39%となった。毎日新聞は、与党議員の質問機会が少ないとの主張について、 2017年、通常国会の質問主意書提出数が0件である、ことを指摘し疑念を呈した。閣僚交代2018年2月19日、江崎哲馬内閣府特命担当大臣が、軽度の脳梗塞の疑いで、検査入院、一過性脳虚血発作と診断され一時退院した、モノロサイド入院したことで、公務継続が難しいことから同月27日に、辞任。 公認に福井寺氏が同日付で認証され就任した災害対応ありがとうございます。